あ、まあ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 、え？え？誰？わ、まあ、大体なぁ、もう！エピソードデルタ5章、邪魔者ヒガナ。流星の滝に来ていろいろ話を聞いたよ。とりあえずはデボンに行けばいいんですって。穴抜けの紐をね、持ってたと思うんだ。間違いなければ。穴抜けの紐あった。残り1個だった。ここに来ることはもうないだろう。また会社におんのか。どうも。あ、まあまあまあ、え？え？誰？わ、まあ、大体なぁ、もう。ぶっ殺す。あ、ででで、つつつつ。およよ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 よじゃないね。およよ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 。君は一度やの素敵なそれじゃないですか。そう、私は超素敵でクールで超人気 YouTuber。 嘘でーす。ごめんなさいね、調子になって。今の登録者1500人ぐらい減ったわ。え？あ！いやいや、こんなメガネ。いやー、とりあえず助けてよ。なんでそう、盾にすんなよ。これ思い出すと、なんか盾にしたやついたな、過去に。てお、いつでやる子供トレーナー。あんた誰？来てお、あいこれ邪魔しようこのか。この声さ、のておかしくなんねん。まあ、潰してやるか。誰がこれだと私がひね潰してやる。では、軽く行きましょう。よしかったー。まあ、頭へ早く、爪が甘えんだよ。めめ、お前には勝てねえ、そだみなるぎゅ。ふん。またか。どうして後悔したっぱ。え？てなんだ、また貴様か。あんた誰？わかる、勝てないと分かってきても、挑むぜ。お茶様のために。まだ、あったんだね。アクアダン。じゃあ、サクラッと、やっていきましょう。惜しかったー。勝てないと分かっていてでも悔しいものは苦しいぜ。だね。トマズとおやつ、うちの様が私が助けることを言ってらっしゃるんですが。下っ端のことなんて認知してない、まっただ。もう、お腹すいたし帰ろう。私もお腹すいた。でこい。はぁ、はぁ、くるくぐって戦うしかねえか。そうやってだけに。ねえ、お腹すいたね。こっちがお腹すいてるかしら。私もう4、5日連続ですき焼き食ってんのよ。そうそう、疲れてきたわ。よしかった。お腹減った。やっぱりダメだった。帰りにお弁当買ってこった。なんか無駄にリアルだな。お弁当。ありがとう。また助けてもらっちゃったね。それじゃ、お礼にまたスーパーボール。って、そんなこと言ってばいいじゃなかった。スーパーボールあげれば何でもいいと思わないで。大変なんです。せっかくぼかしで開発した通信ケーブルの制御装置がアクアダのやつに溺れて、奪ったやつすっごいでっかい筋肉ムキムキマンでした。またか。ああ。どうしようどうしましょうどうしよう。うるせえ。あいつら特産の宇宙センターに向かったずだよ。第5センターが先に宇宙センターに行ってくれるはずだけど。エヴァだ。どいつもこいつもだぜ。この会社働いてる奴ら。高卒とか中卒でも食ってんのか。いい。どうも、お姉さんいつまでいんの？うん、そうだね。え、なに？うわぁ。行くぜ、ストップども。嫌な感じ。ちょっと誰かさ、手伝ってほしいよね。どうも。写真の自転車で積んでんの、なんであの人たちの方がいいのかしら。あ、ついに消えてる、見学してる人たち。どうした？ロケットを守りたい。でも自分のことも守りたい。そうだね。で、あ！何？おほほ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 ほ。ここで会ったが、さあ。で、どれだけぶりだっけ？アンポンってどうでもいいんだよ、そんなこと。確保しな。もったいないつごとは言わせない。仲いいね。あれじゃん、おそ松さんのなんか、新しいファミリーになれんじゃない？わーお。じゃあ行きましょう。よし、余裕余裕。また負けたー。成長しないね、みんな。
やっぱりダメなのか。エンジャーみたいに格よく勝ちたかったのに。何それ。おかしいの。威嚇5連発殺法は無敵のはずなのに。確かにそれあったけどね。なんかズルしたんじゃないの。あんたたちごとじゃないわ。アンポンっていつまでうじうじしてんじゃないの。牛尾様2回よ。情けない話だけど、私たちはあの人を止められない。お願い、牛尾様たちを止めてあげて。なんでなんかあったのか。じゃあどんどん行っちゃうわよ。牛尾、また戦うのか。懲りない奴の絵。いいところに来てくれたね、ポペラ君。倒してくれないの。バカだ。話を作ってくれた。話を作ってくれた。さっき聞こえたぞ。なんだろう、聞こえたわ。ちっとも笑わねえぞ、おめえは。兄は、俺の愛した兄は、今までの俺たちのつながり、絆、やってきたぞ。全然間違いだったわ。兄のことってから鬼に怒っちまった。逆に見るけどな。はい。俺は、知ってたぜ。アームロケットはとんでもないエネルギーを使ってきてな。3年前の戦争を終わらせた最終の兵器です。すげえだろ。ユーティアが手につけたこのキスを使えば、ウィアリアンナのエネルギーを爆発させられる。ロケットはメガシンクだ。はっ、水気には作れねえ。俺っちの力で全部落ちてる。プロジェクト、アドス、骨折するのは、世界を始まりから無理だ。おめえは、あ、そうだ。骨折して、お前は、世界大変なことになっちまう。使う準備は OK だよね。うん、いつでも。よし。うっぱー。もう潰してやるぜ。それやられた時に言うと思ったら、やられる場合にも、ウパーって言うんだね。ウパーはなんやねん。よしかったー。大悟のやつも倒しちゃった。勝てないと分かってたけど。ごはっはっは。相手も意外と私たち認めてんのね。うわ。畜生、俺じゃダメなのかよ、兄はどこ行ったんだろうね。パペラ君、今のうちに次元転送装置を。ん、にょにょにょい。にょにょにょいということは。ぐわ強いじゃん。すげえな。この子は確か。ナイスシーガナ。来たか。流星の。民ですよ。イガナですよ、っと。シーガナ、はい、あなたは、さてこ、あなたすごいね。25分に90歳で、はい、出し出してできたでしょ。確かにそのままとキャンプにいるとおり。初めて見せたら、この人たちが最高にしてくれね。でもさ、その人は、この人たちにとっては、最近最悪の別問題かもしれないことわかってる。何だ、意味わからない。期待しないよ。ね、小平君、この世界にとって希望は、あなたたちの絶望。わかる？まあわかるよ。転送したら、転送先に、まあ、送るわけだね。待ってね。あなたはできるよ。私たちは知ってる。ずっと気づいてきた。メガシンカのメカニズムによって、記憶再生されたり、この世界から見ていく。別の世界の発生。そして、そう、私たちの怖いのほとんど同じ、そこに住む希望も。そう、例えば、それだけ、ポケモンシーカーの密集が違う。メガシンカが存在しない世界。3000年前の、あの戦争が起こらず、最終兵器に使われなかった、その世界の公園。それと、異世界が現れたらどうなるだろうね。異世界が怖すぎると、ワープする力の存在しない。世界の人がどうなるだろうね。さあ、どれかいないよ。余裕は。まだ、何の根拠なしに、この世界から見ていくのは別の世界だと。私その現在にて、私の現在さよなら、解散の希望。暇こそ言ってどうぞどうぞ。落ち着いてください。あなたせ。大丈夫。私、いや、私たちがこの世界の別の世界を守ることができるから。私たちって、どういうこと？あ、そうそう、もうちょっと話してさ。え？キリストも入っとった。おう。キリスト、あなたもちょっと話してください。それでは、次の世界までよろしくお願いしますよ。それでは、いや。私まで言われちゃったわ。あの野郎、青木に何？キリストオーバーズ無理か。畜生、畜生。くそ。彼女が回ったのは赤田の味とか。どうする、大悟。今僕にできることは何だ？何でしょうね。よく考えて、よく考えて。若田のアジトだって。というわけで本日はこちらで以上としましょう。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターの拡散もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.